柴山金四郎は、日本の陸軍軍人。最終階級は、陸軍中将。茨城県出身。柴山貞次郎の三男として生まれる。下妻中学校卒、拓殖大学中退を経て、1912年5月、陸軍士官学校を卒業。同年12月、市長兵将尉に任官し、市長兵第14代退付となる。 1922年11月、陸軍大学校を卒業した。1923年6月、市長兵第14代大隊中隊長となり、参謀本部付勤務、参謀本部員、参謀本部付、参謀本部員などを経て、1928年11月、長学寮顧問補佐官に就任した。1931年11月、参謀本部員となり、 品公使官付部官補佐官、参謀本部付、市長兵第十八大隊長などを歴任し、1936年3月、市長兵大佐に昇進、広崎の市長兵第八連隊長に着任する。1937年3月、当時陸軍次官であった、梅津義次郎の強い希望で、陸軍省軍務局軍務課長となり、日中戦争の不拡大方針に尽力する。 天津特務機関長を経て、1939年3月、陸軍少将に進級。同年8月、中止の派遣軍司令部付となり、第11軍司令部付、市長兵官部付、陸軍市長兵学校長などを歴任し、1941年10月、陸軍中将に進み市長兵官に就任。1942年4月、第26師団長に、 親保ほされた。南京政府最高軍事顧問を経て、1944年8月から翌年7月まで陸軍次官を務めた。1944年9月5日、陸海技術運用委員会が設置され、芝山は海軍次官と共に委員長を務めた。特殊機種兵器開発のために、陸海民の科学技術の一体化が図られた。1945年5月、 大本営兵単総官を兼務。同年7月、予備役に編入された。1948年5月、先般容疑により拘留され、同年11月、金庫7年の判決を受け、1951年8月、仮釈放された。1953年4月第3回参議院議員、通常選挙に全国区から立候補したが落選。同年8月、 軍人恩急全国連合会会長に就任した。ありがとうございます。